ディーン・ウィリアム・アンナは、アメリカ合衆国、イリノイ州、ウィルグン、モケナ出身のプロ野球選手、ウト左ヒダリダ。MLB カンザスシティロイヤルズ参加所属。アナと表記されることもある。2008年の MLB ドラフト26巡目で、サンディエゴパドレスから指名され、プロ入り。この年は、参加の A-9、ユージーニ・エメラルズとルーキー級アリゾナリーグパドレスで、プレー。 A-9UGEEN では30試合に出場し、打率224.4本塁が15打点10盗塁だった。2009年は A 級フォートウェインティンキャップスと A-9UGEEN でプレー。A 級フォートウェインでは17試合に出場し、打率200.5打点だった。2010年は A 級フォートウェインで80試合に出場し、打率 271.6本類が32打点5盗塁だった。2011年は AAQ レイクエルシノアストームと AAQ サンアントニオミッションズでプレー。AAQ サンアントニオでは70試合に出場し、打率253.2本類が23打点3盗塁だった。2012年は AAQ サンアントニオで129試合に出場し、打率 271.10本類が47打点、6盗塁だった。2013年はトリプル A 級通ンパドレスに昇格。132試合に出場し、打率。331.9本類が73打点、3盗塁だった。2013年11月20日に、ベンパウルスとのトレードでニューヨークヤンキースへ移籍した。 2014年4月4日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。9番、遊撃手で先発起用され、4打数1安打1死球だった。4月19日のタンパベイレイズ戦では9番、遊撃として先発起用されたが、13点もの点差をつけられたため、リリーフ陣の疲労を考慮して、8回裏から投手として初登板した。1回を投げ、3安打2失点だった。 4月24日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースへ降格した。その後はメジャー昇格はなく7月3日に戦力外となった。ヤンキースでは12試合に出場し打率136.1本塁が3打点だった。2014年7月5日にウェーバーでピッツバーグパイレーツへ移籍した。しかし、 メジャーへ昇格することなく8月3日に戦力外となった。8月7日にトリプル A 級インディアナポリス・インディアンスへ降格した。トリプル A 級インディアナポリスでは29試合に出場し、打率235、1本塁打、7打点、1盗塁だった。オフの11月4日に FA となった。2014年11月11日に セントルイスカージナルスと一年契約を結んだ。2015年、メジャーでは1試合1打席のプレーに止まった。マイナーでは、トリプル A 級のメンフィスレッドバーズで125試合に出場し、打率27、272、3本類が44打点、5盗塁という成績を記録。守備面では105試合で2塁手を守り、7失策、守備率、 986という成績を残した。また、遊撃手も18試合で守り、こちらは3失策だった。2016年も40人枠には入っていたが、メジャーの出場はなく9月4日に、戦力外、7日に自由契約となった。2017年1月21日に、カンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。